翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。広いフィールドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え自分でプレイする。最も単純で最も自由なスポーツ、サッカー。翼、サッカーは自由だ。お前には誰よりもサッカーを、サッカーのその楽しさを愛してほしい。自由の翼をまとい、ただ一つのボールを目指し飛び立て。お前はキャプテン翼だ。姉御、対抗戦も近いってのにクラブの応援放っといていいんですか？他の部はいいのよ。毎年シューテクと互角に戦って対抗戦を盛り上げるんだけど、問題は石崎くんのサッカー部よね。まったくあの弱さなんとかならないものかしら。ちょっと利益入れてやらないとね。はあ。こんなシュートじゃグラウンドはやれんな、石崎。やっぱり無理だよ、石崎くん。うるせえ、このまま引き下がれるか。やい若林、ここは前から俺たち南下市長サッカー部が使ってたんだ。てめえらは就活に帰れよ。石崎くんたち何やってんの？どうやらグラウンドを取り合ってるみたいですね。ひどい。終鉄にはちゃんとしたサッカー場があるじゃない。全国大会優勝ともなると部員も多くてな、こいつら二軍の練習場がいるんだ。てめえ。じゃあな石崎、お前らちゃんと練習しておけよ。はい。旗はついたな。くそ、石崎くん。すごい。あれが噂の天才キーパーね。終鉄キャプテン若林源三、こりゃ今年もうちのサッカー部の負けですね。すごいや。あんなすごいキーパー初めて見たよ。よし、早速勝負だ。はあ？
のでっかい屋敷が若林の家だ。お前みたいなのが行っても相手にされねえぞ。何者なんだ？今日こっちに引っ越してきた大空翼くん、南葛町に来るみたいよ。転校生か。なあ翼、若林には勝てねえぞ。あいつは全国大会で優勝した時も相手にワンゴールも許さなかったんだからよ。それによ、ま、何やってんだ。なるほど。できた。おい翼、お前まさか。行くぞ。この丘から若林の家まで行け。サッカーボール？バカな。何？これは。あの丘の上から飛んできたのか。まさか。どうした、源蔵。三上さん。なんだそのボールは。挑戦状ですよ。挑戦状？行きましょう三上さん。どんな奴か確かめてやる。面白いことになりそうだな。これが2人の天才サッカー少年、大空翼と若林源蔵の初対決となった。この後、この2人によって日本サッカー界が大きく発展していくとは、この時誰が想像できただろう。やったわ源蔵。サッカーボールと友達になっている少年、間違いない。あいつが大空翼だ。負けた。この俺があんなチビに。くそ。やったな翼。お前ってほんとすげえんだな。試合だ。こんな勝負でどっちが優れた選手か分かるわけがねえ。お前の挑戦は対抗戦でつけてやる。対抗戦？石崎、それまでこのサッカー場は貸しといてやる。せいぜい練習しておくんだな。おい若林、行っちまったぜ。翼くんの足を引っ張らないように特訓しなきゃねえ。石崎くん、うせえ。ねえ、対抗戦って？対抗戦っていうのはね、南葛町と終鉄町の全てのクラブ同士が年に一度行う対抗試合のことよ。
ま、一種のお祭りみたいなものね。へい、どうだい、その試合の日まで俺を監督にしないかい。え、なに、監督だ、酔っ払いに監督が務まるのかよ。オッケー、それじゃ証拠を見せよう。うっほー、たくバカにしやがって。あ、どうした翼、これは南米サッカーのドリブルだ。行くぞ。なんだ、入れねえじゃねえか。あっ、オーバーヘッドキックだ。すごい。どうだい、監督にしてくれるかね。ああ、するよ、もちろんすると思う。 おじさん、もしかしてロベルト、ブラジルナショナルチームのロベルト本郷。お、よく知ってるね。さすがは大空船長の息子だ。ブラジルで知り合ってね、船長に頼まれたんだ。うちのサッカー小僧に本場のサッカーを教えてやってくれってね。よろしく翼。うん、大空翼にロベルト本郷か。こりゃ今年こそ終結帳に勝てるかもしれねえ。よし、明日からサッカー部は猛特訓だ。